鍋が美味しい季節です。常井の MC はほどほどに。こんにちは、皆さんお疲れ様です。ご機嫌はいかがでしょうか。常井です。常井の MC はほどほどに、ボリューム38でございます。この番組はシンガーの常井がライブの MC だけでは語りきれない思いや、プライベートに踏み込んだ話、今ハマっているものやこと、最近起こった出来事など、自由なテーマに沿ってお送りしていきます。音声だけではなく、最後には動画もあります。リクエストによっては歌も披露いたします。トークテーマやメッセージも随時皆さんから大募集しております。もう皆さん見ていただきましたでしょうか。宇多田ヒカルさんの Moving on without you という曲をカバーさせていただいて、その動画をアップいたしました。前回は大貫妙子さんの都会という曲をギターアレンジで歌わせていただいてたんですが、今回は Moving on without you をギターアレンジでまた歌わせていただいております。これめっちゃ難しかった。もうあのあと家に帰って鏡見たらちょっと老けてたもんね。でもね、ぜひぜひまたオリジナルともこう雰囲気がちょっと違っているし、こう常井ともまた雰囲気が違ったような歌い方をさせていただいてますので、ぜひぜひ何回も見てください。そして次回、来週大事なお知らせがありますので、ぜひお聞き逃しなく、そして楽しみにしていてください。大事なお知らせです。さあ、それではトークテーマに入っていきます。今回のトークテーマなんですが、前回の知らんがなクイズがですね、常井が自分ではできないお気に入りの髪型は何でしょうっていうクイズでございました。これにちなんで、今回はやってみたい髪型というトークテーマでお話ししましょうってなこと言っておりました。いただいているメール読ませていただきます。ほどほどネーム犬子さん、お久しぶりにメールします。最近お風呂上がりに常井さんの星になる旅を聞きながら寝る準備をしている時間がすごく落ち着きます。今回のトークテーマのやってみたい髪型ですが、お尻ぐらいまでのロングヘアです。子供の頃は特にロングヘアに憧れていた気がします。私は頑張って伸ばしても胸ぐらいの高さが限界で、乾かすのも大変だし、すぐに切ってしまいます。きっと今後も伸ばすことはないんだろうな、てんてんてん。クイズの答えはフィッシュボーンではないでしょうか。雑誌などで見たことはありますが、難しそうですよね。読んでいただきありがとうございます、と。ありがとうございます。ロングヘア、私もめっちゃ憧れる。あのセーラームーンに憧れて、本当足首ぐらいまで伸ばしたいって思ったことあったけど、まあ無理だね。やっぱり、うん、私も頑張って伸ばしたなっていう時でも、溝落ちまでいかなかったな、いかなかった、で切っちゃったなっていう記憶があります。いや、ほんとほんと、乾かすのもね大変なんですよね。すごいわかる。あと、星になるたび聞きながら寝る準備をしてくださっているっていうことで、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。そして続いて、ほどほどネーム単身赴任中のニノさん、常井さん、番組スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。前回ネギっ子さんの秋と表明した時、常井さんは忘れないでと言ってたけど、大丈夫、毎晩寝る前にお気に入りのここにいてを必ず聞いてるよ。布団に入って電気を消して、真っ暗な中ヘッドホンで常井ワールドへ。あら、ようこそ。さて、常井さんが自分ではできない魚の骨みたいな髪型は、後ろから見るとカブトガニみたいなやつ。答えになってるのか、まあいっか。で、やってみたい髪型だけど、普段坊主だし、あのさ、なんか失敗すると坊主にしろとかあるでしょ。昔そんな状況で、失敗したらロン毛ねと言われたことあったのよ、切っちゃダメって。これでも高校生の時はゆるっとパーマかけてたんだけどね。じゃあやってみたいのは、思い切ってラーメンマンのやつ。思い切ったな。最後に、全てを笑いで包んでしまうヘッポコ登山、笑い方が元気と明るさが取り柄の娘に似てました。じゃあ今回はこの辺で、それでは、と。ありがとうございます。
いや、ニノさんも寝る前に聞いてくれてる、嬉しい。あの、大丈夫ですか、みんな寝る前に聞いて、夢にそれ常に出てこない？大丈夫？よく眠れてますかみんな？でも嬉しいな、ありがとうございます。後ろから見るとカブトガニみたいなやつって何って言いたいけど、なんかなんとなくわかる気がする。あれかなみたいな。ちょっとなんとなくわかる気がします。では次、ほどほどネームよっぱさん、こんにちは。つねいさん、こんにちは。宅配の受け取りシーンわかります。これ以上開けないでという気持ちを汲み取ってくれる業者さんは好感が持ってますね。顔だけですが、今のご時世なら大きめのマスクで顔しちゃ隠しちゃうのがいいかも。思い切ってプロレスのマスクでもどうです？今週のお題、やってみたい髪型ですが、知人に綺麗な白髪の方がいらっしゃって、年を取ったら私もこんな風にしてみたいと憧れています。現実には増えてきた白髪に悩まされてて、まさに今の季節のように茶色の野原にススキがところどころに点点点。なので白髪隠しに普段は無難な色で染めてるんですが、今は鬼滅の刃のキャラの髪色に染めるのが流行ってるとか流行ってないとか、髪の色を変えるのって勇気がいりますよね。今週の知らんがなクイズ、常井さんが自分ではできないお気に入りの髪型はですが、ヒントありがとうございます。魚の骨みたいな髪型ってことで、フィッシュボーンでどうです？あまり女性の髪型には詳しくないのですが、ペンとかいろいろさせそうな髪型だなって印象に残っています。かっこ謎。常ほどのサムネイルの髪型も素敵ですよ。ではまたメールします、とありがとうございます。白髪がこう綺麗な、こうなんかおしゃれな感じになってる人って素敵ですよね。私もすごい憧れるな。派手な髪色にするっていうのも確かに結構ね、あの普段の生活、会社に行くとか学校に行くとかって考えると大変だったりするよな。でも私昔、友達が美容師さんをやっていて、であのカラーモデルをやった時に、何色だ、 1,2,3,4 色ぐらいの髪色にしたことありました。緑と青とオレンジとピンクとか、そんなんだったかな、なんかそういう髪色にしたことありました。でその色を入れるにあたって全部ブリーチしたから落ちてきて超金髪みたいな時もありました。超似合ってなかった。私絶対金髪とか似合わないタイプだなとは思っていたけど、多分似合ってなかったと私は思ってる。あと専門学生の時はすごい細かいスパイラルパーマをかけてたから、頭すごいブワーンっていう髪型とかやってたな。なんかだんだん冒険しなくなってきてるな。なんかちょっとねえ、なんかこんな話してるといろいろやりたくなってくるな。ありがとうございます。さあ、皆さんから知らんがなクイズの回答いろいろいただきましたが、正解はあったんでしょうか。正解の発表といきましょう。問題が、スネイが自分ではできないお気に入りの髪型は何でしょうという問題でございました。ヒントが魚の骨みたいな髪型って言っていたんですが、正解はじゃん、フィッシュボーンでした。フィッシュボーンっていう名前をもうね、なかなか知らない方もいるかもしれないんですが、あの本当に、なんていうの、こう三つ編みじゃないけど、こう編み込んでるっていうか、なんて、あれなんて言ったらいい、あのググってみてください。本当に魚の骨みたいな感じになる髪型のことでございます。あれね、自分でできないこともないんだけど、ちょっとね、あのいろいろいっぱいアホ毛とか出ちゃってうまくまとまらないから、あんまり自分ではチャレンジしたことがない髪型です。でも好き。ねえ、どうでもよかったでしょ。それじゃあ今回も知らんがなクイズを出題したいと思います。問題です。じゃらん、つねいがコンビニおでんを3つ買う時の具は何と何と何でしょう。つねいがコンビニおでんを
買うとき、3品選ぶとしたら何と何と何をいつも選ぶでしょうという問題でございます。このクイズの答えをメールやコメントでお待ちしております。これにちなんで次回のトークテーマは好きなおでんの具ベスト3を教えてください。みんなそれぞれきっとベスト3があると思うので、ちょっとそんな話をワイワイしたいなと思っております。その他にも内容はどんなことでも OK です。メールアドレスは hodohodo@tsuni.com ほどほど @tsunei.com までください。そしてこの YouTube のコメント欄にもコメントぜひぜひお待ちしております。チャンネル登録もお願いいたします。このつねいオフィシャルというチャンネル以外にもご飯のつねいというサブチャンネルもございますので、そちらもぜひ覗いてくださいませ。あとつねいの楽曲も引き続き愛してください。 iTunes、Apple Music、Spotify、LINE Music などでお気軽に聞いていただけます。オンラインストアでは CD やグッズも販売しております。つねいオンラインで検索していただくと出てきますので見に来てみてください。そして来週は大事なお知らせがありますので、次回のつねほど、そしてつねいの SNS やオフィシャルサイトなどぜひぜひチェックしてくださいませ。今週もお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。最後は動画でお別れでございます。今回の動画は Moving on without you NG シーンでございます。それでは皆さん、次回もほどほどに元気でお会いしましょう。はちゃのー。あんな約束も忘れたよ、指輪も返すから、私の心返して。 I have to go without you 悔しいから、私から別れてあげる。いい女演じるのはまた早すぎるかな。切なくなるは間違えた。タクじゃないよね。確かに。そうなんですよ。そうなんですよ。はあ。ただもう一回いけると思う。一回だけやらせてください。マジで。マジで。